天の地チャンネルの天の地です。今日はですね、またまた車編ということで、皆さんもこれはよく知ってる車なんじゃないですかね、BMW ミニのクラズマ、すごく人気がある車が今日はやってまいりました。オーナーのグレア君です。お願いします。ということで、フレア君これね、登場していただいたわけですけれども、フレア君もともとずっと入った時からね、はい、ミニが欲しいと言ってて、どれぐらい半年ぐらい。そうですね、はい、去年の2月に天野さんと南相馬に行く途中でその話をしました。そう、もうとにかく絶対買った方がいいということでね、買った、もうすごい多分気に入ってるミニだと思いますので、今日はね、その辺もね、こだわりをね、いろいろ聞いていきたいと思います。ではですね、この早速ね、ミニクラブマン紹介していきたいんですけども、まずは後ろにね、まず目を引くところに、このミラーのところのユニオンジャック。最初からこの、あとこのなんか50って書いてある、これはミニクラブマンの総合設置して50周年記念モデル。これだね、これ探してたもんね、それゴリラ君ね。そう、50周年記念モデルってことなんですね。このやっぱりコーンの外装も、はい、まあ、探してた、一番好みの色が。なるほど、はい、じゃあちょっとこっちに来ていただいて、このホイールもじゃあこの多分50周年記念モデルということで、こういうそうですね、ブラックで縁が銀の、はい、シャドウです。あ、なるほど。これも非常に全体のテイストが、ね、しっかりまとまってて、これ屋根は、まあ、実はちょっと分かりにくいかもしれないけど、ツートンで黒になってるんですよね。はい、今度ボディに黒いルーフ で、これダブルサンルーフがついてますね。これも非常にドライブするときだと、はい、気持ちのいい。そうリモコンで今開きましたよ。おお、これ閉まるんですか。閉めるのが手動になります。閉めるのが手動っていうね、これまた面白いんですけど、はい、あ、でも結構荷物も、はい、詰めるんですね。比較的詰めますよね。はい、ボディはね、非常にコンパクトに見えるデザインなんですけど、実はクラズマってそんなに小さくないんですよね。工場内に入れてるから余計かもしれないですけど、意外としっかりスペースがあるんだなというところですね。じゃあちょっとこれ恒例のエンジン音を聞くっていうのがありました。ちょっとエンジン音を聞かせていただきたいんですけども、まあ、やっぱり僕らものづくりの会社なんで、こちらエンジンの、ね、音なんかをねちょっと聞いてみたいと思いますよ。お、これまたいい音しますね。じゃあちょっと吹かしてもらっていいですか。そんなにガンガン音を出す車がないかもしれないですね。でもまあいい感じの音ですね。さあ今ちょうどですね、外装でまたちょっと特徴的なのは、後ろの観音開きもそうなんですけど、これ運転席側だけ3ドアで、こっち側だけ、はい、ドアが2枚です。そうです、はい、これはどういう形になってるんですか。ちょっとやってみます。はい、観音開きの方を内側から開けていただくと、あ、後ろに。なるほど、普通の2ドアよりもこれ非常に乗りやすくなってるということですね。はい、
でこれちょっとね、後ろのシート意外と人乗れますか？乗れます。あ、これ乗れると、はい、でちょっとオーナーに乗ってもらいましょうかね。はい、たまに僕が乗る時もあるんですけど、今日はちょっとオーナーに乗ってもらいましょうか。ここだけちょっと倒します。ああ、これ倒してね。はい、ああなるほど。あ、でもやっぱりこのドアがあることによって非常にスムーズに乗車ができると。 で、これでここで閉めてと、ね、はい、はい、ということなんですね。はい、これ開けるのどうやって開けるんですか？あ、ここにね。あ、なるほどなるほど。これ内側に取っ手があるね。すごい、ここに可愛い、ね、取っ手があるんですけど、じゃあもうせっかく開けてもらっちゃったんで、このまま内装編行ってみましょうか。はい、まあ、これ非常にですねおしゃれな内装なんですけど、ミニの内装で特徴的なところをちょっと紹介してほしいんですけど、じゃあちょっとカメラさんに潜入してもらって、これあのパッと目を引くところでいくと、いきなりこのスピーカーがここ2個あったりしてね、これもまるですごい可愛いですね。これ普通にこう2個なんですかね？そうですね、このモデルだとそうなんです、ね。あ、はい、じゃあこれちょっと中入ってもらって、このメーターがね、センターメーターっていう、これ実はミニもですね、すごく、まあ、歴史のある車で、元々のミニはだから50年前、60年前かに出来上がっている車で、その最初の初代のミニの時からですね、このセンターメーターになっていて、やっぱりその辺はね、伝統をしっかりとね、受け継がれてます。でもこれは元々紹介した BMW ミニって僕言ったんですけど、実は今ミニっていうのは BMW が作ってて、こういったデザインなんかをね、伝統を継承してますけども、中身はバリバリのね、統一車ということで、はい、今は実はもうこれイギリス車ではね、なくなってるんですけども、まあでもね、このスタイルなんかはすごい、まあ、イギリステイストがね、出ててかっこいいんじゃないかなと思います。で、これシートも全部革で、はい、ね、これもやっぱり50周年記念モデルということで、はい、で赤いステッチでね、これすごくおしゃれ。これミッションはオートマですか？はい、オートマということで、カーボンっぽいこういうのもまあ最初からこういうやつなんですかね？そうですね、はい、極めて、かっこいいと。はい、どうでしたでしょうか？ミニクラブマンということでね、これは50周年モデルということで、ちょっとね、いろんな外装内装にこだわりがありますけども、とりあえずどうですか？ミニは気に入って、はい、もうミニばっかり乗り継ぐということでねでも本当にね、こういったおしゃれでね、しかも実用性も結構あるっていうことで、ミニなんかはみんなにおすすめしてもいい車じゃないかなと今日紹介してもらって思いました。で、これからもこういうね、個性的かつ楽しいかっこいい車をたくさん紹介していきたいと思いますので、引き続きぜひ見てくださいね。チャンネル登録はこちらです。じゃあねー。